ザザン、前回ね、ついにね、カバ太郎、カバ次郎からのカバ三郎っていうね、カバ三兄弟が揃ったんで、なんとしても今回はね、このカバ殿、カバ殿を出そうぜ、カバ殿。よし、頼むぜ、カバ殿。カバ殿、マジ出てくれよ。頼むぜ、カバ殿。よっしゃ。待って、先にお菓子食べていい？ちょっと、先にね、ちょっとお菓子を食べてて、開けようぜ。開けたれ。お菓子を、ザザン、お菓子を。食べつつカバ殿が出るっていうね、この奇跡もう絶対出るでしょ。もう絶対カバ殿、カバ殿来てくる。頼むぜ。カズハチ、さすらいの格闘家カズハチ。なんだこいつ。あ、こいつさ、いたな。これだ、これこいつ。カズハチだ、カズハチ。これレアかな。カズハチはあ、レアじゃない、普通のカードってね、このカズハチ。全長 1.6m、 ちっちゃ。体重 85kg で、学名がマクロプス、マクロプスルフス。好物水羊羹。ウケる。好物水羊羹で、なんて、最強の格闘家を目指し世界中を旅する、さすらいのカンガルー。狙うは最強グレートアニマルカイザーの座。え、グレートアニマルカイザーって称号だったんだ。あ、最強の、この世界で最強のアニマルがグレートアニマルカイザーの座を狙える、座を持ってるのか。カイザーストーリー、さすらいの格闘家、かっけー。世界中の技を全てマスターするため、さすらいの格闘家は今日の行く移動手段はヒッチハイクだ。いや、走るんじゃないんかい。ヒッチハイクすんのかい。走れよ、そこは。そこは走ろうよ、お前、さすらいの格闘家なんだから。走ろうぜ、放浪中。ワイルド族、いいね、ワイルドだぜ。ワイルドだな、おい、すげえな。こいつ結局何なんだ。カンガルーか。カンガルーってことはこいつの同じ仲間、ワイルド族。カンガルーっぽくない。俺最初馬かと思ったんだよ、ここに映ってるの見た時。普通にカンガルーだ、これ。多分カンガルーっぽいもん、めっちゃ。ほら、いいね。でも持ってないのゲットだわ。カバドの出なかったけど、持ってないのゲットできたらオッケーだね。よっしゃ、次回こそらちょっとカバドだな。カバ殿かお金持ちライオンでお会いしましょう。ということでね、カズハチ、名前カズハチだから、カズハチ、ウケるよな。カズハチ、カズハチ、バイバイ。いいね、超気に入ったカズハチ、強そう。